やあ。ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、キュオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルド、正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区域に会えぐ者いないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが、私には通じない。いたずらに対する罰は必要か。アルフェン！ほう。まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係、私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存？ダナとレナの共存？スルドブリガは。それで勝てるとは思えないけど。
ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよ鋭ぶりがは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。よせ、勝負はもうよせ。鋭度に選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それで鋭度同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り鋭を二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザルク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜きすぎ。もう少し警戒してよ。この後に及んで襲ってくるとは思えないけど。カラグリアの炎の剣か。そういやガナベルトもアルフェンのことそう呼んでたな。うん、レナの間ですっかり有名になってるみたい。正直いい気分じゃないな。なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だってことだろ。胸張っていいんじゃないのか。かっこいいし。そんな単純な話でもないんだよきっと。その分狙われるかもしれないんだし。
いや、そういう意味でもないんだ。え？あの呼び名には俺じゃない何かがつきまとっている感じがする。自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。うまく言えないが。はあ、俺は単純にすげえって思うけどな。ミハグサールって何だ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたい。
がいるの？ハル？クル！森もにぎわってきたかな。新しい料理が確か。そうね、これがあれば作れるわ。宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ。いいの、信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、ネコミを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。
真意はともかく敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話？労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが、質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ？カラグリアがことさら過酷だったってことではないの？シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、登校記送りは懲罰だからそもそも報酬なんてなかったしな。うん、あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって点ではシスロディアもカラグリアと大差なかったよ。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ。何が正しいのか、まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、テュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしな。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ？町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか？そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。農具なんかにちょっかい出すんだ。さあな、とにかくこれ以上被害が広がらないうちに何とかしよう。ところで、なんでさっきから体のあちこちを見てるんだ？いや、なんでもない。気にしないでくれ。私に任せて。行けるぞ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの？やっと会える。問題なさそうな相手だな。終わりだ。空を飛びやすか。私なら落とせる。次はそっちを手伝うぞ。分かった。中層ライバル。
精霊力が集まってくる。すげえな、そんなのわかるのか。ローが夜中何してるのかもわかるよ。なにってマジかよ。近づかせないよ。俺の進化じゃ注目されすぎだろ。俺知ってる。クライエン連結パワーダッシュセス人気の作品よ。いくぞ。どこだ。状況が逆転したな。敵はわずか、押し切るわよ。ああもう一踏ん張りだ。たたきつぶフリーズランド。はい、ダナンの精霊言いたいことでもあるね。敵に精霊力をたたき込む。やったか。完璧だね。魔人剣ソーリャー全力でいけそうだ。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。邪魔よ。くらえ。火の精霊術。俺を追いかけよ。よやりよ。当てないよ。くらえ。撃ち込め。フリーズランド。やめろ。行けぞ。重装。ライザー。見たか。鍛えた甲斐があったな。水の精霊術よ。ダンゴー今だよ。火を捨て、これで終わりだ。この調子でいきましょう。攻撃あるのみ。やっと、やっ、レイダーだ。危ない。やっと、やっ、はぁ、風よ。闇に沈みなさい。熱波扇風船出るぞ。さぁ、レイダーだ。蒸発しろ。よっとした。人権しろ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。超レイダー。言いたいことでもあるの。もっと力が必要ね。問題なさそうな相手だな。終わりだ。超連打だ。やっとけ。氷の槍よ。術を止められるよ。フリーズラウト。やっと全然ほら。超連打だ。サンダーブレイド。こう飛ばれるとやりづらい。仕方ねえ。しよう。頼めるか。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。フレッ。よし。農具に悪さしてたズーグルはこれで全部だな。やばそうだぜ。やっと、何なんだこれ。あったないわ。無駄だぜ。この元に。やっと、次、終わりだ。行って、風よ。行って、レンガだ。風よ。やっと、はぁ。行けるぞ。重装ライザー。聞いたか。鍛えた甲斐があったな。超レンガだ。水の力で。行くぞ。マグナル。レンガだ。やっと、風を襲撃。レンガ弾ダッキュー剣。ぶっ潰してやる。陣内漏洩閣。強くなった気がする。よし、腕相撲で試してやら。そもそも勝ったことがあったか。はいはい、先に進むよ。さっさと片付けましょう。終わりだ。闇に沈む。皆さん、当てないよ。マグナルの前に。いや、行きましょう。終わりだ。あったため。相手の前に。倒せ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。クリスの前に。なら私が。妨害を頼む。氷の槍よ。はっ。続けて。レアスラスト。休ませてくれねえな。少しは親父に近づいたかな。超えることだってできるさ。いつになるんだろうな。野宿は嫌なの。
あったぜ。おう、なす。やっと着いた。目的地に着いたわよ。ようこそ戸津国の方々。スルド閣下の使いの者より承っております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え、部屋の話よ。そうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に注文しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンウェルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リメル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首を。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっと。